はい、というわけで今回はこちらになるんですけどね、これはクライスラーの 300C と呼ばれるもので、これは50年代のクライスラーを語る上で忘れてはならない存在がこの300シリーズなんですね。で、強烈な個性のフロントマスクに大きく張り出したフィッシュテール、そして大金に使えるクロームパーツはこの時代を象徴するものばかりなんですね。で、57年型は3世代目のモデルだが、まあこれまでどのモデルよりも強烈な印象で、当時の車の中でも最もパワフルな設定なんですね。で、392馬力の V8 エンジンは375馬力の大パワーをアウトプットしたという車で、なかなかいい車でね、当時映画でランボーっていう映画があって、でそのランボーでシルバースタローンかなが、まあ、普段有名なボクシングの映画のね、主人公ですね。で、あれがその別の映画でこの 300C に乗ってシルベスタローンが、まあ、マッチョの人ですよね。で、あの人がこうブーッつってこの 300C に乗ってね、それをさっそとこう駆け抜けていく、まあ、そういうカーチェイスがあったんだけど、ね、なかなか良かったですね。うん、それが出てたのがちょうどこの電気型かな、これは丸型ライトが一つついてるやつでね、後期型になってくると丸、あの 4等式になるんだけど、これは2等式の、ライトになっててね、で後に4等式なんだけど、このどっちかっていうと私4等式も好きなんだけど、この2等式のライトというのもなかなかいいなというふうに思う車ですね。うん、これはこれでね、なかなかいい味わいを出していますし、結構マイストでね作られてたミニカーなんだけど、なかなかいいなって感じですね。で、これは1957年型の車がモデルで、総合生産台数が非常に少ないんですね。1918台しか作らなかった。で、価格がめちゃくちゃ高いんで、これ4,929ドル、まあ、日本円でいくらなのかは分かんないけど、まあ、大体5、600万ぐらいじゃないのかね。まあ、すんごい高い車だったんですね。だから、まあ、当時のアメリカの金持ちの中でも、まあ、憧れの車っていうかね、そういう車で、まあ、この黒い形がいかにもなんか悪そうな感じのね、そういうイメージがありますけどね。まあ確かにちょっと近寄りがたいなっていうおっかなさは確かにあるんだけど、そこがまたかえってね、かっこよさというかいい味を出してるんだよね。なかなかこれはね、マイストのミニカーなんだけど、それを見事によく再現してるなって感じで、それが非常に良くて、これもクラシックカーとか好きなんでね、まあ、そういった車の中で気に入っている車で、これはいいなと思ったね、車ですね。どうもありがとうございました。